さあ今月の2日に地元小島でデビューしたばかりの133期生長尾モカ選手、2001年の2月17日生まれ22歳、133期生岡山支部とデビューとしてデビューいたしました。高校卒業後一旦就職し、社会人を経験しながらも母の勧めによりボートレーサーに転身。4回目のチャレンジで見事養成所に合格してからは、小学校から鍛え上げたソフトボールでの精神力、これを境にしてリーグ勝率は第2位という見事な成績の長尾選手の水神祭であります。今仲間先輩とともに掘り込まれまして、嬉しい嬉しいデビュー初勝利の水神祭となりました。デビューからは2節目、レースの途中では通算10走目と申しましたが、11回目、11走目の間違いでありました。大変失礼いたしました。通算11走目での嬉しいデビュー初勝利、早々にデビュー初勝利を飾った、おそらく同期では一番乗りではないでしょうか。見事な差しでの勝利となりまして、3連単は99,890円、そして2連単も19,880円という高配当を提供いたしました。これよりまた次のステップへと新たに歩みを踏み出します。長尾モカ選手、これからのますますのご活躍にどうぞ皆様ご期待くださいませ。ファンの皆様、ご協力誠にありがとうございました。以上で長尾モカ選手の水神祭を終了いたします。初一着長尾モカ選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか？すごく嬉しいですし、夢みたいです。デビュー11走目での水神祭となりましたが、結構早いと思うんですが、個人的にはいかがですか？前節小島でも、小島のレースでなかなか攻めるレースができなかったので、今節はどんどん攻めて挑戦していくレースをするように心がけて、もちろん水神祭も目指していきました。その水神祭、岡山の先輩が皆さんニコニコしながら行かれてましたが、感想はいかがですか？一緒に飛び込んでくれてすごく嬉しいですし、もっと活躍して活躍してたくさんの人に応援されるような人間になりたいので、これから頑張っていきます。目標というのは何かありますか？今後の目標は3年以内に A 級に昇格して、レディースチャンピオンとか大きな舞台で活躍できるような選手になりたいです。それでは最後にファンの方に一言お願いします。ファンの方々の応援のおかげで一着取ることができました。これからもたくさん船券に絡めるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。